ハニュー選手のグッチスカジャンの魅力。48万円の価値とファッションのトレンドを一挙公開。2024年4月26日、雑誌 GQ ジャパンの公式 SNS でひときわ輝くハニュー選手が紹介されました。彼が着用していたのはグッチのスカジャン。 しかもその値段は驚くべき483,840円。より高級なイメージの強いブランド、グッチに注目が集まっています。一見すると普通のスカジャンにも見えるこの一着ですが、そのデザインには意外な要素が隠されているのをご存知でしょうか今回は羽生選手が着こなすグッチスカジャンの魅力に迫りながら、ファッションに秘められた奥深さを探っていきます。 羽生選手の装いを通して見えるもの。グッチのスカジャンは、ダブル G のバンダナプリントが特徴的です。バンダナ柄はカウボーイなどの西部劇のイメージが強いですが、グッチはそれを洗練されたスタイルに落とし込んでいます。羽生選手はこの華やかなスカジャンを、あえてシンプルなメイクアップとコーディネートで引き締めています。これにより、 ブランドアイテムの存在感を際立たせながら、羽生選手自身のクールな雰囲気を演出しているのがわかります。つまり、羽生選手はブランドの主張を抑えつつ、自身のパーソナリティを前面に押し出すことで、より魅力的な装いを完成させているのです。グッチらしさを感じさせるディテール。グッチのスカジャンには、 ブランドの特徴的なディテールが施されています。まず目を引くのが、両袖にあしらわれた縦縞のリブ編み。これはグッチのアイコニックなデザイン要素の一つです。また、スカジャンの内側にはキルティング加工が施されており、保温性と高級感を兼ね備えています。さらに襟元にはバーガンディのトリミングが施されており、 全体のカラーバランスを優雅に整えています。このように、グッチならではの上品かつ洗練されたディテールが随所に散りばめられているのがわかります。一見シンプルに見えるスカジャンですが、実はブランドの衣装が巧みに取り入れられているのです。羽生選手の着こなしが光る理由。では、 なぜ羽生選手がこのスカジャンを着こなすと際立って見えるのでしょうかそれは、選手の持つ高貴な雰囲気とグッチのブランドイメージが見事に融合しているためです。羽生選手は、フィギュアスケートの世界で王座を獲得するなど、その実績と清潔感ある立ち振る舞いから、まさにスケートの貴公子と呼ばれる存在。 そんな選手がグッチのラグジュアリーなスカジャンを身にまとうことで、一段とクラス感のある装いに仕上がっているのです。加えて、羽生選手特有のスタイリッシュな立ち振る舞いも相まって、このスカジャンがより引き立って見えるのだと考えられます。つまり、ブランドも着用者も相乗効果を発揮し合うことで、極上の着こなしを実現しているのです。 グッチスカジャンの値段をどう捉えるかさてグッチスカジャンの値段について触れておきましょうなんとその価格は483,840円まさに高級ブランドの名にふさわしい金額ですねしかしそれだけの値段をつけられるのもグッチの確かな技術力と精度の高いものづくりがあればこそです 手間暇かけて仕上げられたこのスカジャンは、まさに一点もののアイテムと言えるでしょう。ただし、一般の消費者にとってはかなり手の届きにくい金額ではあります。中には、そんなにお金があるなら、他のことに使えばいいのに、と感じる人もいるかもしれません。一方で、グッチのようなラグジュアリーブランドの魅力は、単なる価格の高さだけではありません。 そこには、長年の歴史と伝統に裏打ちされた品質、そして希少性といった要素が含まれているのです。つまり、このスカジャンの価値は、単に高額であるというだけではなく、それ以上の意味を持っていると言えます。そこに秘められた魅力を感じ取ることができれば、価格に対する理解も深まるかもしれません。ファッションの奥底に隠された意味、 ファッションは単なる外見の装飾だけではありません。その背景にある様々な要素を理解することで、ファッションの真相に触れることができるのです。グッチのスカジャンを見ても、単に高価だかっこいいといった表面的な評価だけでは不十分です。むしろ、その一着に秘められた歴史性やブランドの衣装、 そして着用者の個性などに着目することが重要なのです。また、ファッションを通じて、時代の空気感や価値観の変化を感じ取ることもできます。例えば、羽生選手が着用したスカジャンは、伝統的なバンダナ柄を洗練された形に昇華させています。これは、ラグジュアリーブランドが新しい時代のニーズに合わせて、 既存のデザイン要素を再解釈する取り組みの一例と言えるでしょう。つまり、ファッションには、その時代背景や価値観の変化、ブランドの戦略など、様々な要素が反映されているのです。そうした奥底に隠された意味を掘り下げていくことで、ファッションの本質に迫ることができるのです。ファッションが語りかけるものとは、ここまで、 羽生選手が着用したグッチのスカジャンを通してファッションの奥深さを探ってきました。ファッションは単なる見た目の演出だけではありません。その背後にはブランドの歴史や理念、社会の価値観の変化など様々な要素が反映されているのです。例えば、羽生選手が着こなすグッチのスカジャンには 伝統的なバンンンダダが,がモダンにアレンジされていますこれはラグジュアリーブランドが新しい時代のニーズに合わせて既存のデザイン要素を再解釈する取り組みの一例といえるでしょうつまりファッションにはその時代背景や価値観の変化ブランドの戦略などさまざまな要素が反映されているのです そうした奥底に隠された意味を掘り下げていくことで、ファッションの本質に迫ることができるのです。時代性を感じさせるファッションの変遷。さらに、ファッションの変遷を追うことで、時代の空気感や社会の価値観の移り変わりを感じ取ることもできます。例えば、20世紀初頭のファッションは、 女性の解放や社会進出を象徴するようなスタイルが登場しました。一方、高度経済成長期には、ステータスシンボルとしての高級ブランドが人気を博しました。そして近年では、サステナビリティやダイバーシティの意識が高まり、ファッション業界にも変化が起きています。ブランドが自社の歴史や伝統を生かしながら、 時代の変化にも対応しようと模索しているのが見て取れます。このように、ファッションは時代とともに常に変化し、その時々の社会的要請に応えようと進化し続けているのです。つまり、ファッションを通して、その時代の価値観や課題を垣間見ることができるのです。ファッションが持つ潜在的な可能性。ファッションは、 単なる見た目の装飾だけにとどまらず、時代や社会に対する洞察を与えてくれる手がかりにもなります。例えば、先ほど述べた通り、ラグジュアリーブランドのグッチが伝統的なバンダナ柄を洗練された形に昇華させたのは、新しい時代のニーズに合わせた取り組みと言えます。つまり、 ファッションはブランドの戦略性や社会的要請を反映する鏡となっているのです。さらに、ファッションは個人のアイデンティティを表現する手段としての側面もあります。羽生選手の装いが示すように、ファッションを通して、人の性格や価値観、ライフスタイルなどを感じ取ることができるのです。つまり、ファッションには、 単なる外見の装飾を超えた、より深い意味合いが込められているのです。それを探り当てることで、ファッションの持つ無限の可能性が見えてくるはずです。最後に。本記事では、羽生譲弦選手が着用したグッチのスカジャンを通して、ファッションに秘められた奥深さに迫ってきました。ファッションは単なる見た目の装飾ではなく、 ブランドの歴史や社会の価値観の変化など様々な要素が反映された表現手段ですそうした背景を理解することでファッションの持つ潜在的な可能性に気づくことができるはずですこれからもファッションの背後にある意味を探求し続けることで時代とともに進化するこの分野の奥深さを感じ取っていきましょうきっとそこには 私たちの生活や社会に対する新たな洞察が隠されているはずです。